茅野の三平宮廷長屋門。茅野の三平宮廷は、大阪府見直しにある史跡。赤老市の一人、茅野重真の茂の旧邸宅。敷地内には、江戸時代建築の長屋門と土塀の一部が現存する、他、かやの三平記念館、県選邸がある。邸宅自体は、明治時代に取り壊されたが、茅野の家と地元の人々の運動が実り、 長屋門と土塀の一部は保存されることになった。長屋門修復後の昭和15年に、大阪府史跡名称天然記念物保存検証規定により、史跡の指定を受け、昭和48年に、大阪府文化財保護条例により、大阪府指定史跡に指定外された。当史跡の寄贈を受けた見直しは、史跡の有効活用と市民サービス拡充のため平成4年に、 茅野の三平記念館、県選定を建設した。館名は、茅野の三平重曽根の配合にちなむ。当記念館には、西国街道に関する資料が、常設展示されている。また、区会や茶会などにも利用されている。晴れゆくや日頃心の花曇り県泉北伊34度49分39.77秒、時計135度29分2.921秒。 北緯34.8277139度、統計135.4841444度、34.8277139、135.4841444 13、郵便番号5 6 2ロ0 0 1 4大阪府、見直しか野の3-10-4。ありがとうございます。